久保さん昨日ね、82歳のボディービルダーっていうね、テレメンタリーっていうね、えー、YouTube の ANN がやってるドキュメンタリー番組のやつで、82歳ボディービルダーっていうやつがあって見てたんですけど、すごいっすね。82歳かと <laughs>。なんかこの前、その年齢、パソコンスキルで年齢がどの子のっていう質問があったんで、それに付随して、まあ、なんかちょっと見た部分はあるんですけど、 すごいっすね。82歳にして、なんか階段3000回登るとか、あの、なんか毎朝朝ね、3時間ぐらいトレーニングするとか、強靭ですね。<laughs> いや、逆に言うと80歳でもここまでトレーニングできるんだなっていうのが、すごいなっていう。だから、なんか、まあ僕は40歳でトレーニングしてないので、うーん なんかまあ、限界はある、まあなんかまあ、引退するみたいな感じで引退するから、まあ、そのドキュメンタリー番組に作られてるんですけどもなんか限界ないなっていうのは、ねまあ、そのおいない言ってたのがいくら昔は筋トレしたらその筋肉に反映されたけどさすがに80ぐらいになってきて、まあ、70を超えたあたりからいくらやってもあんま反映されなくなったっていうなんかそういうのも言ってましたけど。 まあそうは言っても82歳で階段3,000段登るとか毎朝3時間ぐらいトレーニングするとかすごいっすよだからできるんだなっていううんかできないことはあんまないなもちろん限界はあるんだけど限界はあるんだけどやっぱこういう人の姿勢を見るとなんかなんかいろんな学びだったりとか発見気づきだったりとかなんか勇気もらったりとか できるんだなっていうのは思わさせてくれますよね。うん。な僕もね、まあ YouTube に関してはずっとやろうと思ってるので、まあ逆に80歳になっても、80歳になっても生きてるんだったら YouTube やってると思うんで、まあできるよっていう、年取ってもできるよっていうのは言い続けたいですよね。うん。まあ筋肉に限界はあるけど、僕は考え方に限界はあんまないと思うんですよ。うん。結局その、 なんだろううん、これもな,なんかで多分出てるとは思うんですけど脳ってすごいんですよね、うん。まあ人間の筋肉細胞より脳の細胞の方が多分緻密に作られてると思うんですけど脳の筋トレというかね脳を使いまくっていくっていうことは、まあ、いろんなその、まあ、健康にもいいと思いますしね。でそのなんだ 考えたことをアウトプットする、考えたことをアウトプットするっていうのをこう常にやってるんで、だから久保さんとの対話もリハビリというかね <laughs>、リハビリっすよね <laughs> なんか。なんか知らんけど、なんか一つの話をテーマについてなんかいろんなけそ側面でこう話していくっていうのは、すげえいいトレーニングだと思いますけどね。うん いや82歳のボディービルダーはすごいっす。<laughs> うん、ストイックっすね。うん、い,いってらっしゃい。